感じですよね。ビル・フリーゼル2曲続けると品縮を買うかな。いやいや品縮はないですよ。なんかもう一応今もうオンエア中になっておりました。あ、そうですか。もう一曲ビル・フリーゼルをかけようと思ったんですが、あ、そうですか。まあいいですいいです。どうも、かくって今来ましたけど。いやいやどうぞ。やめようかなって話をしてたのに、ね。そう、はい。でもうなんかまあ時間のことも考慮して続けて曲いこうかと、はい、和田さんとしてはね、はい、いやこの際だから、今この番組聞いていらっしゃる方に、はいはいはい、ビル・フリーゼルっていいなってどうしてももう思わせたくって、あ、そうなんです、思っていただきたい。この人はいろんなことやっててちょっとフリーみたいなこともやってるから それを聞いた瞬間にもうこの人ダメって人もいると思うんですよね。なんかだけど今じゃあですね、あと3枚あるんですね、ビル・フリーゼル関係がっていうか、それで持ってきたつもりはないんだけど今見たらこんなにやっぱり好きだから持ってきてるんですね、はい、で最新版は、はい、まあ久志さんは LP で購入されたと、もうそうなんです、後から出たんで、うん、慌ててアメリカの 50s 60s のポピュラーソング、はい、まあロックンロールですね、とかサーフィンとか、はいはい、そういうのが入ってます、うん、で1曲目がパイプラインじゃないですか、はいはい、僕リアルタイムで、ベンチャーズとかシャンティーズとかを聴いてたんで、はい、1948年生まれですから、はいはい、で中学生の時にパイプラインをラジオで聴いて、はい、いいなと思って、で父親にエレキギター買ってくれって言われたらダメだ勉強したら買ってくれるかっつって、いやあれは不良になるからダメだって言われて昔エレキギターは不良のやること、やる音楽って言われてたんですよ、エレキは。でも高校になって自分でお小遣い貯めてアルバイトしてエレキ買って、でやっとパイプラインを演奏したんですけども、そのパイプラインっていう曲が入ってるアルバムとか、はい、とかとジャズのアルトサックスで、まあアルトサックスといえばやっぱりチャーリー・パーカーかキャノンボール・アドレイかリー・コニッツだろうみたいな感じなんですけど、うん、リー・コニッツが大好きなんですけど、リー・コニッツとビル・フリーゼルが一緒にやってある、はいはい、でゲイリー・ピーコックがベースなんですね、はい、でジョイ・バロンがドラムなんですけど、ね、でこのゲイリー・ピーコックとビル・フリーゼルは仲が良くって、うんうん、で2人でデュエットアルバムをデュオアルバムを出してるんですね、はいはい、で、はいはい、これがジャンル分けすればいわゆるフリージャズなんですね。はいはいはい、はい、でこれを一緒に聴いてみたいな。なるほどなるほど。いかがでしょう。いいです。これ聴いたことありますか。いやそれはそのフリーの方はないですね。じゃあまずじゃあこれでフリーを聴いてみますか。はい。じゃあちょっと続いてじゃあビル・フリー。今ビル・フリーゼールでいい気持ちになった人が、はい、まあこれでもっといい気持ちになるかもしれないけど。なんだこれはっていう。うん、まあとにかくです。じゃあ。皆さんが多分よく知ってるだろう峠の我が家という曲 4曲目を聴いてください、はい、4曲目です、はい。